皆さんこんにちは。太ももダイエット専門トレーナーの田中俊介です。本日は股関節のトレーニングをご紹介したいと思います。股関節ですが、ここのももの付け根を指します。今回ここのトレーニングをしっかりご案内していきたいと思います。ちなみにこの股関節が使えないとどうなるかといいますと、比較的膝ですね、膝をすごく使いやすい足の動かし方が多くなりますので、そうしますと太ももが非常に発達しやすくなります。それを防ぐための股関節トレーニングになります。では実際にどのようにやるかご紹介したいと思います。両足をですね、前に伸ばしていただきまして、上半身は少し後ろに倒しましょう。この状態のままでですね、片足、今回は右足を持ち上げます。持ち上げましたら、このまま右足を胸に引き寄せます。引き寄せましたら少し戻しまして、また引いてくるという形になります。これを繰り返し行っていきますと、ここの右のももの付け根ですね、ここの筋肉がすごく使われてきます。で、これのポイントは一つありまして、膝をですね、なるべく胸まで引き寄せる、ここが大事なポイントになります。これが少なくなりますと効果が半減してしまいますので、しっかり胸まで引き寄せてあげてください。このような形になります。股関節トレーニングですね、また何かわからないことがありましたらお気軽にお聞きください。ありがとうございました。